天野島信行は、島根県大木郡天町出身の大相撲力士。八角部屋所属。身長179センチメートル、体重117キログラム。最高位は、東幕下17枚目。同じ八角部屋に所属していた天錦は実刑。知的障害を持って生まれながらも将来は、相撲取りとなることを志し、 その土台を作るため学生時代はレスリングに打ち込んだ。島根県立沖養護学校出身で、同養護学校にはレスリング部がないため、島根県立沖東前高校のレスリング部で練習をした。学生時代は全国大会や国体でも好成績を残して、島根県内では敵なしの強さを誇っており、その努力がスカウトの目に留まって八角部屋に入門することになった。 師匠となった八角は現役時代より福祉施設への疑問を積極的に行い、郷土の北海道の障害者施設に個人的に寄付をしてきたため、うのが生まれ持つ知的障害にはもともと理解があった。2011年5月技療審査場所にて初土俵。最初は物覚えが悪く、いじめを受けていると解釈しては我慢しきれず投げ出すこともあったが、 師匠の発覚をはじめとして周囲が起こることなく、根気よく傾向づけた結果として力をつけていく。序の口を一場所で通過し、同年、9月場所に、序二段へ昇進。東序二段24枚目で迎えた2012年、7月場所で6勝を挙げ、翌、9月場所に3段目へ昇進した。実刑が、発覚部屋に入門した2013年7月場所より、 仕込めを天野島に改めた。以降もコンスタントに勝ち続け、東三段目二十枚目で迎えた2017年、七月場所で五勝を挙げ、翌九月場所に幕下へ昇進。初の幕下では三勝四敗に終わり一場所で三段目に、陥落したものの、翌十一月場所で勝ち越し、即座に幕下へ復帰した。2018年一月場所は、 最後の相撲で勝ち越しを決めた。2021年9月場所5日目の3番相撲では、相手の大日堂の背中を取ったが突き膝で逆転負け。入門前のレスリング経験を生かし、立ち合い直後に相手の懐に潜り込んで、狙うような足取りで勝利することが多く、特に2017年は、年間25勝のうちほぼ半分に重当する12勝が足取りであった。 足取り以外の決まり手とされた白帽子でも、勝利する過程で、足取りの体制になることもしばしばである。2021年9月場所終了現在、大相撲ジャーナル2014年2月号100ページから101ページ、裏、人種、送り釣り出しで会場を沸かせる、朝昇流以来16年ぶり日刊スポーツ2021年9月16日18時17分。ありがとうございます。